アンリュージェーヌ・フィリップ・ルイ・ドルレアンは、フランスの王族、オマール・コフランス王、ルイ・フィリップと、ヒマリー・アメリーのなんとして、パレロワイヤルで誕生した。両親によって、簡素に育てられ、理性アンリ・カトルで学んだ。8歳の時、名付け親であったコンデコルイ・ロクセイ・アンリが、着子のないまま亡くなったため、有名な、シャンティ城を含む膨大な資産を相続した。 17歳で陸軍に入隊、1847年には、フランス領アルジェリアへ従軍しており、1年ほどアルジェリア総督を務めた。1848年に2月革命で、イギリスへ亡命後、軍事と歴史の執筆に没頭した。不服戦争が始まると、フランス陸軍入隊を志願するが、退けられた。その後、オワーズ県選出議員となって、フランスへ帰国した。 1884年、シャンティ城を含むシャンティの所領を及び収集した美術品などをことごとくフランス学士院へ寄贈し、これらを集めて、コンデ美術館とした。1897年、シチリア島ジャルディネロトで死去した。1844年11月、サレルナコをレオポルドの一人娘マリア・カロリーナ・アウグースタと結婚した。二人の間の子供は西が成人した。 ありがとうございます。